山系チャンネル。元気ですか？どうも、ケイです。今日は愛知高校の入試問題を解いていきたいと思います。問題はこちらです。括弧1 x イコール 1- ルート3の時 x2 乗引く 2x 引く3の値を求めなさいという問題です。まず x イコール 1- ルート3と x の値が分かってます。この x をこの式に代入をすればいいんですけど、最初に代入をすると計算が面倒くさくなります。なのでまずやるべきことはこっちの式を簡単にします。簡単にするとは因数分解のことです。 x2 乗引く 2x 引く3はカッコ x 引く3カッコ x たす1になって1引くルート3を代入します。カッコマイナス2引くルート3カッコ2引くルート3、マイナスを外にくくると2足すると3カッコ2引くルート3となるので公式が使えますね。答えはマイナス1になります。カッコ2、3x たす 2y イコール23を満たす自然数の組 xy は全部でいくつあるかという問題です。まずポイントは自然数というところです。自然数とはどんな数だったかというと、0より大きい整数です。これをヒントに問題を解いていきたいと思います。まず 3x たす 2y イコール23を式変形したいと思います。 2y イコール23引く 3x で両辺2で割ります。2分の23引く 3x で x に1を代入してみたいと思います。 y イコール2分の23引く3は2分の20で10と分かりますね。なので x イコール1 y イコール10は自然数の組の一つです。じゃあ x イコール2を代入しましょうか。 y イコール2分の23引く6y イコール2分の17になってしまうので、これは自然数ではないです。なので成り立ちません。じゃあ x イコール3の時は、2分の23引く9で2分の142で割り切れるので y イコール7となります。なので x イコール3と y イコール7は自然数の組の一つです。はい、続いて x イコール4の時、 y イコール2分の23引く12は2分の11となって割り切れませんよね。次 x イコール5の時、23引く15は2分の8で4、これは自然数ですね。だんだん法則性が見えたのではないでしょうか。丸の時は x が奇数の時ですよね。×の時は偶数の時ですよね。奇数の時は成り立って、偶数の時は成り立たないということがわかります。すると x イコール7で y イコール1で、次マイナス2分の4というようにマイナスになってしまいます。
なので自然数ではありません。 x イコール1の時 y イコール10、 x イコール3の時 y イコール7、 x イコール5の時 y イコール4、 x イコール7の時 y イコール1。全部でいくつか1、2、3、4、4つですね。これで今日の授業終わります。また見てね。